皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はちょっとですね、帰ってきたシリーズですね、K3 をご紹介いたします。こちらの方がですね、昨年のまあ初夏ぐらいですかね、納車をさせていただきました。車両が戻ってまいりました。勤め先というかですね、お仕事場がですね、札幌の一番繁華街のすすきの界隈だそうで、で自転車でね通うというのはいいんだけども、なんか最近ですね、なんか有料の駐輪場みたいなのができたおかげでですね、もうそこ止めんとダメじゃんみたいな、まあそのなんていうかね、自転車政策を考えるときに、なんか自転車に乗ろうという気をそぐような、政策がわりかし大手を振ってやってしまっておられましてですね、それにちょっと反発をして、なんかもうね、いちいち駐輪場に止めるっていうのはなんかどうもみたいな話をされた方で、であれば職場に持てたらどうすかという話をしましたところ、その手があったかということで、この車両ですね、グッと来ていただいて、で実際乗ってみたら全然いいねということで、これをお求めいただいたことでした。でしっかりね乗りまくってくれてるおかげで、ちょっとねホイールのあたりにですね、ちょっと不具合が出まして、それを、ちゃんと直すというようなことに、させていただきました。でご覧いただくと分かると思うんですけどね、えらい立派なフェンダーがついてまして、これはね何度かお伝えしてますけども、車輪の小さい自転車っていうのはね結構泥跳ねするんですよね。で K3 なんていうのはそれなりにスピードが出ますから、特にね今時期の札幌ね、わりかしドロドロみたいな状態で走ると泥跳ねのなかなかなものが来ますんで、それをやっぱり止めますということで、まあ、ちょっと純正品ではないんですけどね、多分 Amazon かなんかで買ったんじゃないかと思いますけども、それをつけてらっしゃるところが、まあ、やっぱり毎日使ってるとこうなるよなという感じです。でそのおかげでね、結構 K3 でねよくありがちな、ここのねシートのところに砂が噛んでサドルを上げ下げするときにこうシートピラーが傷だらけになるというようなのも抑えられてますというふうなことは言えますので、まあやっぱね毎日乗っている人の知恵ということになるなというふうには思いました。この調子でね、ぐいぐい乗りまくっていただいて、駐車料金、駐輪の料金ですね、どんどん節約して、願わくばもう一台うちでなんかお世話できればなというふうに思います。安全運転でお楽しみください。